はい、どうも、岸です。スカイリム続きやっていきたいなと思います。前回ですね、クエストで言うとですね、この猛勉強っていうね、クエストでフェルグロートリデの方に行ってきたんですけれども、ようやくちょっと帰ってきたということで、今新しいクエストが始まってるというふうなとこですね。今善意っていうクエストに行く途中です。今まあちょっと途中のところで終わっちゃってるんですけれども、まあ、クエストにね行くにあたって、ちょっとせっかくこのね、大学に戻ってきたので、ちょっとねこれまで雷魔法だけでね戦ってきたんですけど、ちょっともう魔法に飽きちゃってちょっと魔法をですねいろいろ仕入れたいなというふうに思います。ちょっと次のクエストに行く前にね、ちょっといろいろ魔法を覚えてから行こうかなというふうに思いますのでね、よろしくお願いします。さあ、じゃあサクサクとね魔法を覚えていきたいと思うんで、先生方のところにね行きたいなというふうに思いますね。先生たちの部屋がここですよね。こっち側。あれ、こっちじゃなかったか。ああ、そっち。召喚魔法とかをね覚えたいんですよね今回。せっかくね雷の魔法とかも覚えてはいるんですけど、まああとはまあ炎の魔法とかそういうのも覚えれるかとか、まあ、っていうよりまあお金がね限られてるんで、お早速ファラルダさん。ミラベルはマスターウィザードとしていい仕事をするでしょう。魔術を学びたいのですね、はい、そうです。ですね、とりあえずこの、ね、雷の壁っていうのをまだゲットしなかったので、まあ、雷魔法ということでちょっと一つ買いたいなと思います。あとはですね、本、これね、エクスプロージョンはむちゃくちゃ強いんだけど、今回仲間がいっぱいいるんで多分巻き込んじゃうんですよね。だからまあちょっと使い勝手が難しいかなと思いつつ、あ、至近距離にいるデッキ、こんなんでもいいですけどね。まあね、とりあえずちょっとね雷魔法もお金も限られてるんで、ちょっとねあと召喚をちょっと覚えたいなと思うんですけどね。召喚の先生と、あれ、先生方がいないぞ。あれ、こんないなかったっけ。ああ、で、ここもスカイリムか。あれ、ちょっと待てよ。こういう時は、こういう時はだ。一旦、時間を深夜まで、ですね。したら多分、戻ってくるでしょう。出て行って。ああ、勝手に寝てた。出て行きなさい。回復魔法は完璧でいい。怒ってる。ちょっと見て。はい。で、これね、第一、これ覚えたかった。ああ、お金がない。お金がない。売りましょう。アイスストームの杖。おお、結構お金になった。よし、じゃあこの大中を買いますね。今回ちょっとね魔法が結構ギリギリの時やりました。何やってんのよ勝手にベッドで、ね、寝てたからすげえ怒られた。出て行きなさい。いいか、知識はそれ自体が報奨と人は言う。ああ、これはあれか、幻惑魔法の先生だ。まあちょっと今透明化とかそういうのはまだいいかな。出て行きなさい。めちゃくちゃ言われて。つまらない会話は召喚のことで手助けが必要なら言ってくれ。もし召喚を行うなら大学の敷地内だけにしてほしい。精霊が街をうろつき人々をさらに動揺させることは避けたいからな。大学外でのアンデッドの召喚はさらに控えてもらいたい。魔術の習得をお望みですか。はい。
そらやっぱこれだけど、とりあえず、やっぱりあれだね、雷の魔法、精霊召喚でしょ。あ、魔力の両手斧とかかっこいいけどな。ほう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 、魔力の両手斧を1個買ってみようかな。あ、でもまあいいか。まあ別にね、この辺はシリーズ的に持ってたら別に困ることはないから、そんな高くないしね。あ、しまった、これを買えなかった。ドレムラロード欲しかったな。まあでもいいか、仲間はもういくらでもいるからね。じゃあこの辺ちょっと買って、うん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 、いいんじゃないかな。そしてじゃあな、出て行きなさいずっと怒られてる。まあいいか、とりあえず出ましょう。よし、さあ雷魔法をこれでほとんど習得したんじゃないかな。さて、覚えていきますよ。まず大中、勇気作成とかもね、雷の風、それから雷の精霊召喚、両手を剣に、OK、でこれで、魔法を覚えたと。よし、行きますか。ちょっと先に、この、この辺気になるよね。盾と剣。やむを得ない重大事でない限り、アークメイジを煩わせないようお願いします。はい。はい。おお。かっけえ。両方でもできるよね。おお、かっこいい。あ、これめちゃくちゃかっこいいな。まずは片方、そして、もう両方と。かっこいい。で、あとはこれ両手斧って、あ、結局こうなるってことね。だから結局、なるほど、いいね。さあ次は雷の壁。そういうことね。壁を作れるっていうことか。それから召喚か。してるの、確かゴリラになってるかもしれない。よし、ということで雷マスターに、あとはもうあの最強の魔法かなんか覚えるだけかな。あれは確かクエストをねクリアしてっていうのかなんだけど、まあとりあえずちょっと大学クエストが終わってからね、その魔法を取りに行きましょうか。よし、
とりあえず今あるねお金の中ではねだいぶこれでできたんじゃないかな、うん、ちょっと正直あの剣がかっこよすぎて後で剣使いたいなと思ってます。よしということで、クエストの方にね向かっていきたいなと思います。ちょっと雷のせいで連れて行ってもうすぐねいなくなると思うんですけど、よし行きましょう。すんげえ邪魔。いやこれ人数増えるとさ、この狭い道に行った時のこの邪魔さ加減よ。あーもう邪魔邪魔邪魔。よし逃げた。さあなんかいますね。どうか警戒しないで。ここで学んだことは一生涯役に立つ。一切ない。才能があればそれ以上だ。あれサボスアレンともう一人。直に会えて嬉しいよ。何が起こっている。とにかく話がしたい。ようやく内密に話せる機会を得られたな。しかしあまり長くは話せない。手短に済まそう。大学は現在非常に切迫した状態にある。お前に接触を試みようとしていたのだが、これまではそれが叶わずにいた。その原因は我々が抱えている問題の根源でもある。いわゆるマグナスの目と呼ばれている。あれから放出されているエネルギーは我々がお前に接触を図る障害となっていた。お前がすでに見たあの幻のせいだ。あれがここに長くとどまるほどそれだけ状況は危険になっていく。だからこそ何か手を打たなければならないと自ら伝えに来たんだ。ん？自分とどういう。お前がサールザルでのこの一連の問題を引き起こしたのだ。あら、サイジック界は通常問題には直接介入しない。それは理解してほしい。自分がここにいることを界の一部の者は反逆行為とみなすだろう。そのためなすべきことを終えたらすぐに大学を離れるつもりだ。ここに来たことで疑念を生んでしまったことは十分承知している。特にお前のサルモールの仲間アンカノにとっては。それでも界が直接行動を取ることはない。つまりお前が何とかしなければならないということだ。ほう、それで一体何が問題なんだ。すでに分かっているとは思うが、あの目は強大な力を持っている。この世界はあれを使いこなす準備ができていない。ここに置いておけば悪用されるだろう。事実界の多くの者はすでに、いや間もなく何かが起きると考えている。避けることのできない何かが。じゃあ手を貸そう。残念ながらお前と同様に我々にも未来ははっきりと見えていない。あの目が持つ強大な力のせいだ。すでに界の一員としての一線を踏み越えてしまっているかもしれない。だが頼みがある。この大学内でダンレインの預言者を探し出してほしい。彼の見識は我々のものに近いだろう。ダンレインの預言者。さあ確かなことはわからない。大学内のどこかにいるはずだ。あ、そうなの。お前の仲間の誰かが居場所を知っているはずだ。へー、すまないがそれ以上のことは教えられない。こうして話をしただけでも多大な労力を費やしたんだ。悪いがここでお別れだ。引き続き導き役として最大限の力を尽くそう。うまくいくかは自分次第だ。それを忘れるな。はい。何か言おうとしたか。了解いたしました。はい、クア・ラニールさんですね。クア・ラニールさんずっとそこにいるの。わからない。どういうことなのか。サイジック界の僧兵がふらりとやってきたんだ。一体何年ぶりだろう。結局何をするでもなく帰っていったか。何か失礼をしたのでなければいいんだが。ただお前に聞けという以外に何も言わなかった。全くもって不可解だ。で、これは何のつもりだ。すまないがわからないんだ。隠し立てをするな。
大学のとある在籍者に会いたいと言ったのはお前だろう。さあ、彼はここだ。一体何をしに来たのだ。誤解があったようだ。明らかにここに来るべきではなかった。立ち去るとしよう。何？これは何の真似だ。お前が何を企んでいるのか分かるまでどこにも行かせんぞ。見学っぷりすごいな。何も企んでなどいない。気分を害したというのなら謝る。覚えていろよ。この服かっこいいよな。いずれちょっとこういう服を買う欲しいけど、まあよしとしよう。さて、何の仲間たちに居場所、彼の居場所を聞かなくてはならない。なるほど。仲間たちとはダンレインの居場所を知っているような仲間たち。とりあえず、いわゆる同期的なやつらに聞いてみようか。ジェイザルゴさん。ここは初めてだね。熟練者レベルの破壊呪文はもう習得したかい？まさか本当に？いや、ジェイザルゴは驚いたよ。それに嬉しくもある。それでこそ競争になるからね。めでたいことだよ。いい。ダンレインの預言者に。何の何だって？いや、聞いたこともない。もしそれが重要なことならトルフディルが知っているだろう。彼は物知りだから。なるほど。じゃあな。トルフディルが知っている。あ、アンカノさん。今私は重要な事項についていく。なんだと？いや、知らんな。余計なことに気を回さず何の仕事をしてたかは知らんが、今までの作業に戻る。みんなに聞いてみようとです。はい、オンマンド。手を貸してくれないか。全く聞いたことがない。トルフディルには聞いてみた。はい、トルフディルさんに聞きます。長いことここにいて、ということですね。ほとんど何でも知ってるようだ。あ、いた。若い世代が、はい、まあ、長らく聞いていなかった名前だ。おじいちゃんなんね。彼とはもう長く話していないのだ。定かではないが、おそらく今でも密典にいるのだろう。そうか、彼に会いに行くのか。見て、よろしく伝えてくれ。見て、大学の地下にある。あまり安全ではないから、行かなければならないときは十分に気をつけることだ。ふんふん。地下とかあったっけ。覚えてないね。もうだいぶ忘れてるね。もうこんなクエストあったっけなと思いながらやってるもんな。あ、もうなんか地下に行けるようになってる。行きますか。ミッテン。さあ、ここがミッテンでございます。揃ってますね。わあ、固まってるな。邪魔。ちょっと。よしよし、オッケー。さて、行きましょうか。ああ、なんかあったな。見て、懐かしいな。こういうとこあった記憶はある。どうしようか。とりあえず、なんか、あると。あ、なんかめちゃくちゃ人がいる。めちゃくちゃかっこいいやつがいる。誰だこれ。あ、どれもら。え、なになになに。え、ちょっと話せないんだ。え、彼話せませんよ。なんだろう、なんかのクエスト
じゃないと話せないのか。あれ？あら。まあ。今回からちょっとお金になりそうなものは全部拾っていくという風な感じでいきましょう。ちょっとお金がないなということに気がつきましたね。金欠です。お金になりそうなもの全部持って帰りましょう。精霊なんとか機の鉄器見たことない隠れても無駄。さっきのやつ、あれ戻ってきたのか。愚かな情妙の者よ、貴様を倒して我が主に敬意を示すのだ。いや、相手になる者などいない。あれ、ドレモラさんは何、今味方になってくれてるの？あそこを開けたらなんか自然と味方になるみたいな。そしてここは何にも起きないのかな。お酒物を置く箱、フルバー作動。あー、なんか置かないといけない。おお、なんだよ、パーティーがすごい多いじゃないか。ドラッグウォーカー、お金になりそうなものはないね。さてさて、この上には何もないのか。やっぱり何もなさそうでさ。よし、ミッテンダーク、いいですね。だいぶサクサク進んでますね今回。毎回こいつらが 目の前にいるんですんげー邪魔なの。 OK、 お、広いね。どうだ、雷の壁の威力は。あー、そこにでもなんかあるな。ほっ、やったね、お金ゲット。ちなみにこっち側には何もないのかな。 あるね。困ったな。一番下もなんかありそうな予感がするけれども、下には降りない方がいいのかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、焦るなお前たち。下にも明らかになんかあるぞ。行ってみるか。から下はあれか、このままじゃいけないんだ。いけるけれどもだな。一回降りたらまた、まあ、何でも行ってみるもんだね。あいた、なんか
ばい、このコンビネーションむちゃくちゃ強くない？仲間に危害はないのかな。いいね、雷の壁。いで、ということでちょっと遊んどこうか、これで。あ、これ指輪かなんかを刺すパターンですね。あ、殺すことはないだろう。強く。ちょっと待って、見せ場作らせてよ。かっこよく。あれというより何にもないんですけど、さっき明らかになんか指輪みたいなのが必要な感じあったよね。忍耐は失望へと変わるだけ。諦めないのか。よろしい、では入りなさい。え、あ、開いた。あ、ここなんだ。やっぱダンレインの預言者。ちょっと待てよ。鍵が必要で使ったから、なんかあったのか。あ、ちょっとビオルだ。おい、邪魔。よし、オッケー。俺、私を探していたようだな。うん。お前の努力は無駄だった。もう始まってしまったのだ。だが、お前を送り込んだ連中は。何を探してるのか言わなかっただろう。お前が探すべきものが何かを。お前見つけるようになった。だから来たわけか。だがその理由は知らないだろう。うん、前にもそんな奴らがいた。自分の破滅への道を闇雲にたどる連中が。サルモールも答えを求めてやってきた。自分のやっていることが何につながるかも知らずに。お前も同じ道をたどるだろう。ただしお前の場合はもう手遅れだ。最初ではない。だが最後にはなり得る。アンカノと名乗る男も私の知識を求めた。問いかけの内容はかなり違ったが。なるほど、アンカノもここに来たんだね。お前の歩む道は他の多くのものと違っている。何かに導かれ、何かによって背中を押されている。それは良き道のりだが、そこを通る者は少ない。その道はお前の大学を救う道だ。先へ進むために知っておくべきことを伝えよう。
お前と協力者たちはマグナスの目に関してもっと知りたがっている。そしてお前は最悪を避けようとしている。まだその存在にすら気づいてないのに。視力を奪われずにマグナスの目を通して何かを見るためにはマグナスの杖が必要だ。さまざまな出来事が避けようのない中心へと急激に収束しつつある。急がなければならない。今知ったことをお前のアークメイジに伝えるのだ。はい、ということで今起きたことをサボサレンに報告するとということで、まあとりあえず行きますか。なるほどね。ということでアンカノは一度この場所に来てたということが分かったというふうな感じでしょうか。あ、結局この一番下の道とつながってたんだね、やっぱりね。さあ、ということで戻りましょう。しかしまあなんかいろんなとこがあったな。なんかいろんなことを作動させるためには貢ぎ物をしないといけないところとかいろいろ気になるところがたくさんありましたね。まあ後々クエストでいろいろ出てくるんでしょうきっとね。あ、革紐とか取ってしまった。いらないのに。おお、彼は結局ここで何をしてるんだろうか。誰か来るたびに。まあそのうち分かることか。よし、あ、結構上まで来たねこれ。あ、なんかこっちの方はこれはだろう。こんなとこあったのかな。まあいいや、とりあえずね一旦戻りましょう。はい、さてさあ、大学の下にねあんな場所があるとは。このことを一旦報告をして、あー、こっちだった。で、今回は一旦このクエストが終わりっていうことなのかな。はい、報告でございます。ここで学んだことは一生が役に立つ。才能があればそれ以上だ。スカイリムで大学の評判が良くないことは誰でも知っている。本当か？それは何だ？マグナス杖。そうか、確かにそれほどの力を秘めた杖があればと心から願う。だが実際に必要だとは思えない。それがどうしてわかる？本当か？それでマグナスの杖について何か言っていたのか？お前のその姿勢には感心している。もちろんこの件は誰かに徹底的に調べてもらわねばならない。いやいやいや、こんなことある？むちゃくちゃ邪魔なんやけど。動けんし。次は何をする？その姿勢は実に素晴らしい。いつもその調子なら必ずや大成するだろう。マグナスの杖のように特別で太古よりあるもの、他に同じようなものを見つけるのは難しいだろう。最近のことだが、ミラベルが杖について確かに言及していた。彼女から何か聞き出してきてもらえないか。実に喜ばしい成長ぶりだな。波の見習いとは明らかに出来が違うようだ。よくやった。この飾り輪は
かつてかけがえのない働きをしてくれた。お前にもきっと役立つだろう。はい、ということで、クエスト完了でございます。次はですね、ミラベル・アービンさんと話をしてから、次のクエストにということなので、結構ね、サクサクいけそうな感じしますね。ちょっとまあ早くちょっと外のねクエストに行きたいななんて思いながら、ちょっと続けていきたいなというふうに思います。さあ、みんなね、いい感じで、ちょっと今回活躍あんま少なかったですけどね、みんなで頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、またじゃあ次回の動画で、お会いしたいと思います。本日もね、ご視聴ありがとうございました。また。